夏休み最終日というわけで、まさしの夏休みの宿題手伝ってあげて。今まで何してた。まあまあ。で、何が残っちゃってるのかな。ドリルと昆虫スケッチと自由工作と日記と朝顔の観察です、自由工作は小学生吊り下げマシンだな。兄さん、昆虫スケッチ、虫を捕まえるのは任せろ。ほれ友達、ほれかけ、ギッツギッツじゃねえか。スケッチするだけなんだから、こんなにいらねえんだよ。ほら、逃がせ逃がせ。ほうほう、なんじゃこりゃ。トンボ、パーツは全てトンボだけど、これトンボ違う。全部がトンボというわけじゃ。トンボって言うな。うわー、かわいいって何これマジで。自由工作、なんで俺らが手伝うんだよ。まあまあ、菅野さん、こういうのもたまには。おお、紙粘土、懐かしい。シャレ、子供の目線に立った子供らしい作品を作って、スーパー世界最強戦車作ろうぜ。あ、なんか言ったか。お気になさらず。皆さんどうです、進捗の方は。できたー。360度狙える砲塔からは大破壊ビームが。おお、キャタピラには超巨大ダイヤモンド。やだ、スーパー世界最強戦車は嫌だ。あの、俺ちょっと背伸びしたい年頃なんで、できればもう少し大人っぽい作品の方が。おい、あれ、なんか大人っぽいの作ってやれ。ふん、ではそこにある虚無と上に立つどこにもない現実感ゆえに手を取る二人も。わーい、そこにある虚無と上に立つどこにもない現実感ゆえに手を取る二人だ。トゲつけた方が良くないか。日記、バルバル夏休み全部の日記ですか。昔を思い出す。惚れた女に宿題手伝わせてしまうとは。まずは天気、適当に書こうものなら友人とのズレが出て大変なことですかね。おお、5分とかの次は絵日記の絵、画像検索でたちまちそれっぽい風景が。便利な世の中になったものです。ネットにはできない裏技コーナー。毎日通うのがめんどくさいラジオ体操のスタンプカード。これクソ真面目に行かなくても3問版を押しときゃ先生も裏取ったりしないから、サボり放題できるのよ。早朝に子供が集まるの危険だからってだいぶ前にやらなくなりました。今の時代は大体そんなもんですな。次、朝顔の観察。植物画か。ドロシーちゃん見たく、ネットの画像を見て描けば。難易度が高いな。花の部分が特に描きやすいところから描けば。葉の部分なら描きやすそうだ。さすがアメラ、なんて的確なアドバイスなんだ。本気。俺の相棒が小学生の宿題にチンチン描いた。よし、いいぞ、この調子でどんどん描こう。解散時だ。メラ、このトレースは著作権法違反にならないのか。どれ、いや、フリー素材だから安心しろ。そうか、よかった。では何の心配もなく小学生たちの目にさらせるな。おお。手芸、今回は布2枚で簡単にできるクマちゃんです。キャー、かわいい。初心者が失敗しやすいのは基本を抑えないからなんだ。型紙通りに切れば間違いないよ。待ち針でしっかり留めてしつけ縫いするのもポイント。裏返してお好みの量を詰めたら完成。何が。そうこうするうちに夏休みは終わり。まさしくんの宿題はなんとか間に合ったという。3分だけしかない僕の時間は伝わらない。